会員になった経緯を教えていただけますか。ボランティアリーダーとして去年からやっておったんで、まあ、その時にボランティアリーダーになるきっかけ、それを作っていただいたのが先輩で、その頃の主人だった。何もわからんでワンシーをノックしたんだけども、ワンシーを説明してくださった大先輩の主人の方のその情熱というか、その人の持っておる生き様というかね、そういうのに感動して、アクリルからリーダー OK で二つ返事で、親にも何も言わんとね、来ますというほど、まあ、衝撃がきつかったという、それがやはり会員がつながっていった全てじゃないかなと思います。そして実際ボランティアリーダーをやって番店のスタッフになれたというのは、やはりそのメンバーの人と一緒に活動する、その目的をしっかりと掴んでできたっていうのは、会員の継続っていうか番店のスタッフとしてつなが続けられた大きな要素ですよね。まあ、それといろいろ会ってきた子供なりリーダー仲間とのいろんな思い出なんかもあるし、あの頃のリーダーっていうのは本当にいい体験をたくさんしてると思うんですよ。まあ、スタッフも素晴らしかったですよね。それこそ同盟の総主になさった方やら、大阪湾の総主になった方やら、キャンプ協会の会長をやった人とか、そういう人ばっかりがまだ現場の第一線で仕事してられたとか、そういう人との出会いというのは若い頃は非常にインパクト強いからね、そういうようなものもいろんなものがやっとこう一束になって、 YMC というものも、まあ、イメージを僕の中に作っていた、だからちょっと続けられたんじゃないかなと思いますね。じゃあなぜ50年も勤続しているのかについて、若い人へちょっとメッセージいただけますでしょうか。まあ、やはり YMC が好きなんですね。YMC が好きやっていくとは、YMC のようなところに何かを求めてきている人と一緒にこう心が通じ合えるっていう、まあ、そういうようなことは、まあ、50年続いてきたんじゃないかなと思うし、そういうのも実際、まあ、マネージしてやってる先輩方の指導がやっぱりあっただろうと思うし、やはり最終的にはそういう人との接点でいろいろ教えられたことがつながったんだと思う。やはり仕事終わってからもワイドネスクラブにぜひ残って男性と一緒に何かやっていきたいというそういう気持ちにさせたことが、やはり50年続いてきたことだろうと思う。若い人へのメッセージって言われても偉そうには言えないけど、とりあえずは体でぶつかるというのは理屈じゃない、やはりそのフィーリングがね、どうなのか、その人との接点がどうなのかっていう、そういうことをやっぱり自分できちっとつかめたら、ワンシェルを続くと思うし、ワンシェル好きにならなかった。何が何でも、まあ、苦しくても、何やっても、やっぱワンシェル好きにならないと続かないと思うんですね。好きになるのは何かというと、それを自分で探し当てることじゃないかなと思います。ありがとうございます。